神様はどのようなお方でしょうか。神様は霊です。霊は肉と骨がありません。物質ではないため人間には見えません。しかし聖書には神様に肉体があるかのように書かれています。これは神様に肉体があるのではなく、人間にわかるように神様自ら説明されたのです。擬人化的表現です。人間を神様の似姿に創造されたとはどんな意味でしょうか。それは人間が神様に似るように創造されたという意味です。しかし似ているということは完全に同じではないということです。人間には空間の制約があるため、同時に様々なところにいられませんが、神様は無限なので全宇宙に同時に存在できます。また神様は永遠であるとは、神様には始めも終わりもなく時間の創造者であり、時間を支配されるお方だという意味です。最後に神様だけの品性に普遍性があります。この世のすべては時間が経つと変化します。しかし神様は永遠に変わりません。そのため私たちは神様の約束が必ず成就されると確信できます。